失礼します。失礼します。お疲れ様です。はい、よろしくお願いします。あ、FEC チューンド 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 FEC チューンド。どうもどうも、森光です。大河です。きんぴらごぼうです。よろしくお願いします。あのさ、昨日までお盆だったさ。あ、そうだね、うん、親戚の家とか行った？行ったよ。うん、でもさ、うん、あの仏壇ある家って、うん、あのお盆3日間あるから大変だよね。確かにね、そうだね。運慶でしょ、うん、中日でしょ、うん、チャークイでしょ。え、ちょっと待って、違う違う、最後ウークイね。ウークイ、いやでも確かにな、いろいろまあチャークイもすると思うけどさ、うん、あー、運慶、うん、中身汁、チャークイね、うん、中日とウークイね。中身汁もチャークイするとこはするけどさ、うんうん、でもさ、うん、運慶とウークイってあの一気にあの世から人が来て帰るさね。そうだね、うん、帰省ラッシュと帰宅ラッシュすごいはずね、うん、どんなかな。いや、ご先祖様たちがどんなして来るかわからないけどね。セグウェイだと思う。いや、セグウェイでは来ないだろ、お前。どんだけ入ってくたばや、お前。んー、じゃあ原付き？いや、原付きでもないよ、お前。大体あの世にもガソリンスタンドとかないだろ。ああ、うん、分からないけど乗り物には乗ってないと思うよ。そっか、うん、じゃあみんな歩いて汗だくできてるのかな。かわいそう。いや、歩いてきてるかも、うん、分からないけどね、うんうん、じゃあさ、うん、疲れてるかもしれんから、うん、次から足湯置いとこう。え、待てよ、お前、まあ、幽霊はお前足ないだろ。あ、そっか、うん、あ、じゃあ汗かいてるから塩分チャージ置いとこう。いやいや、塩分ってお前、お前来た早々成仏されるわ、お前。もういいよ。どうもありがとうございました。さあ、ということで始まりました、はい、FM ギノワン木曜日 FEC チューンド、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオということで、はい、毎週恒例のね、キンピラごぼう、うん、キンキンピラピラお星様ラジオやりましたよ。やりました。はい、ここから1時間よろしくお願いいたします。やりましたっけ。やりますよ。やりますよ。始まりましたよ。たね、はい、はい、自己紹介しましょうか。はい、はい、はい、僕たちはですね、沖縄のお笑い団体演芸集団 FEC というところで活動しています、キンピラごぼうの金城大河と富川森光
つなりということで。よろしくお願いいたします。はい、今日は平安時代のね。うん、違う。平成生まれ。平成ね、うん。なるほど。いや、でも平成ももう少しで終わるかもしれないみたいなね。あ、そうだよね。天皇様が、うん、あの生前退位をされるということで、うんうん、もしかしたら平成じゃなくなるということ、うん、そうそう。でも、うん、あれなんだよね。何何？なんか、生前退位っていうのは、うん、どうなのかな、ダメみたいな。あ、だからもうなんかほとんどのこの、うんうん、あの業務とかがもうなんかできないと、うん、もう。ああ、なるほどね、うん。だからもうちょっともう自分の体もちょっともう衰え感じてるから、うん、もうちょっと他もう次の人に譲りますよみたいなことじゃないかな。はいはい、そうなんですね、うん。詳しくはないけど、だから年号が変わるかもしれないよ。何かな次。どんなかな。でも俺的にはなんか切りのいい30年ぐらいで変えてほしいけどね。あ、せっかく28とかまで来てるから。なるほどね。そうそう、覚えやすいかなって感じもするけど、はい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 、まあまあ何がいいかな、うん、なんか簡単な方がいいんじゃない、なんかへとかひとか。あ、でもいいと思う、全然いいと思う。なんか、うん、ひねんとかね、へねんとか。あ、なるほどね、うん、だって違うよ、だって平成28年だからひ25年とかだよね。あ、でもかっこいいね、それちょっとかっこいい。これなんかあの NHK とかの番組でやる分にはかっこいいかもね、うん、まあまあまあ。そして日28年にはみたいな。いや日ってはい、はい、まあみたいなそんなお話もしていますが、はいはい、ここから1時間お続き合いください。よろしくお願いいたします。こちらの FM 技能版 FEC チューンド木曜日はですね、うん、まあ、ツイキャス、ユーストリーム、はい、サイマルラジオ等でも生放送、生配信していますよ。してます。はい、なお、ツイキャス、ユーストリーム等では、はい、音など、CM とか、はい、ミュージックとか流れませんので、そちらの方ご了承ください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。まあまあ、FEC チューンドというのは、この FEC のね、っていう団体 の若手でね、はい、この一週、この時間帯、はい、1週間、受け持ちますよということで、はいはい、今週は僕、今週はというか木曜日は僕なんかきんぴらごぼうがね、はい、やっていきますのでよろしくお願いいたします。お願いします。はい、まだあとメール等も募集しています。メールね、何でもいいのでメッセージ何でもいいのでよろしくお願いいたします。送ってください。何でもいいって言ったら送りづらくなっちゃうのかな。そうだかな。なんかお盆にしようじゃん。お盆ね、いいですね、うん、お盆。お盆になんかちょっと海入っちゃいましたとかね。はいはい、なんか入ったらダメとか言われてるけど。で、お盆でなんかこういう料理好きだよとか。ああ、なるほどね。なんかあると思いますので、うん、そちらの方よろしくお願いいたします。メッセージ。メールアドレス紹介しましょうか。はい、メールアドレスは 797@fmginowan.com。797@fmginowan.com となっております。はい、お盆。お盆でメッセージください。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、オープニング漫才もお盆でやりましたが、いかがだったでしょうか、はい、皆様。お盆 ね、お盆でさ、うん、はいはい、俺のいとこ その長男、仏壇ある家の長男なんだけど、はいはい、なんか肩のイボみたいの潰したら、うん、血が止まらなくなったって言ってから、大丈夫大丈夫、そうそうそう、うんうん、で肩からデージ、うん、T シャツとかにもう血が移っちゃってついてるわけよ。怖い怖い怖い、ベタベタベタしてから、はいはいはい、で救急病院行きよってやつ。いやいや、ウークイはよと、ちょっとウークイはよと。いや、そうだけど、うん、それまあまあウークイそうそうそうもう大切だけど、やっぱり自分の体がまずあってのウークイもあるからね。まあまあそうだけどさ、うん、血出ちゃ大変だよ。お風呂でなんか、うん、血豆みたいなイボみたいなの潰したら取ったってなんか、まあ、いくつ一個上20じゃあ 3とかか。いやでも23とかやっぱりそう、うん、なんかなんだろう、このなんていうの、相手にやっぱ、でもどんなか分かんないけど、そういうの潰したくなる年頃とかあるんじゃない。あるかな。なんかほらニキビちょっと潰したいとか、なんかそういうのをちょっと潰して早く治したいみたいなのはあって、うんうん、潰してるかもしれないし、ただ単にちょっとイボ重いなってなって潰しとこうみたいな、いやいや肩重いなみたいな、みたいな感じになってるかもしれない、はい、皆様もイボには注意してね、注意してください、はい、お盆いかがだったでしょうかね。メッセージよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで、じゃあすぐもう CM 行きましょうか。行きますか、ね、今で CM 行っときましょう。大丈夫ですか、はい、じゃあすいません、じゃあ CM 行きましょう。 CM キュー。確かにね、お盆明けで疲れてるんじゃないですか。意外と疲れても眠っちゃってますかね。みんなオリンピックも見てるんですか。はいはい、なんかオリンピック明けでお盆やって、もうみんな疲れてる、一睡もしないでお盆やってる人とかいました。あ、ズタボロだ、ズタボロ。でもそんくらい見る価値は結構あるっちゃあるけどね。今回いろいろ撮ってますもんね、うん、そうですね、金メダルが多いらしい、多いですよね、一番多いらしいですよ。卓球とかびっくりだな、結構撮ってるもんね、男子も女子も。
はい、じゃあジングルからいきます。はい、お願いします。ひでのぶです。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ。はい、ということで FM ギノワン FEC チューンの木曜日、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジ ラジオ生放送でお送りしております。はいはい、まあ、先ほど言い忘れましたけどメールもそうですが、はい、はい、ツイキャスの方もね、うん、あのコメントパッて送れますので、はい、そっちの方が気軽に送れるかな、なんか、ね、見てますよとか、ツイートキャスキャス、お星様ラジオ、わかるかな、意味わかるかな、まあわかるだろうけど、簡単にメッセージこちらに見えますので、はい、よろしくお願いいたします。一言二言お願いしますね。じゃあこのコーナー早速いきましょうか。いきましょう。はい、じゃあこちら行きたいと思います。沖縄自由研究。はい、ということでここではせっかく沖縄でラジオさせていただいている僕らですので、はいはい、なおかつ沖縄の芸人ということですので、なるほど、沖縄のことについていろいろ調査研究をしていこうというコーナーです。そういうコーナーです。自分たちの沖縄力の向上と同時にリスナーさんにも沖縄について詳しくなってもらおうということになっております。ですので皆さん沖縄に興味を持って聞いていただきたいなと思いますけれども、今回のテーマがですね、観光客から見た沖縄の良いところ、うん、ということで、まあ、その沖縄はよく言われるのが青い海青い空とか、うん、なんかその暑いとか日差しとかね、日差しが暑いとか、はい、自然がいっぱい溢れてるとか、うんうん、なんかまだ道が整備されてないとかよくあるのかともしれないですけれども、ヤモリがいるとかヤモリは どこの都道府県もいるんじゃない探すよ。そうかな、沖縄だけじゃない。でも沖縄でも結構いる方だとは思う、うんうん、虫とかもやっぱりいるから、そのいる方だとは思うけど、ヤモリのイントネーションも違うからさ、なんかヤモリだから、あ、内地ではね、ヤモリだからね、沖縄ではヤモリン、ヤモリンだから最後運つけたっけ、ヤモリーンじゃなかった、そうさ、イタリアンチックになる、なんか、うん、ヤモリーンなみたいな、何もつけなかった最後ヤモリーンなねそれで沖縄ではヤールとかも言いますね、うん、ああヤールっていうね、うんうん、そう言いますけれども、まあまあまあそんなこともありながら、はい、観光客の人から見た沖縄のいいところっていうのを聞いてみたら、意外と僕なんかうちなんち沖縄の人がも知らない沖縄のいいところ知ってるんじゃないかということで、これ街頭インタビューまたしてきます、してきました、その音源がありますので、はい、そちら、聞いていただきたいなと思います。大丈夫ですか。じゃあ音源の方いきましょう。音源スタート。研究はですね、はい、テーマがですね、はい、観光客から見た沖縄のいいところを、うん、聞いていこうということで、はいはい、まあ、僕なんか沖縄の人はね、うん、沖縄は青い海とか、うん、こう自然がいっぱい溢れてるだとか、いろいろ特色あるんですけども、うん、意外と観光客から見た沖縄はちょっとまた違って見えるんじゃないかなということで、なるほど、こう観光客に来てる方にちょっとインタビューをしてね、はい、どういった意見が多いのかっていうのを調査したいと思いまして、はい、本日はここ砂川島海かじテラスの方にやってまいりました。来ましたよ。はい、ね、こっち海かじテラス、こういろんな店舗がありましてね、はい、なんかこう観光客いっぱい来てますので、うん、じゃあ早速インタビューの方していきましょうかね。お願いします。はい、よろしくお願いします。観光客の方です。どちらからいらしてました、はい、今日東京です。東京から、はい、なるほど。今聞いてますのが、はい、観光客の方から見た沖縄のいいところっていうのを今調べてるんですけど、いいところ、はい、そうそう、空が広いのと、空が広い、なるほど、はい、人がいいっていう、人がいい、なるほど、そうですね、はい、今日ちなみにどっかも他に行かれました？あ、今着いたばっかりです。あ、なるほど、今着いたばっかりなんですね。観光客の方です。福岡です、はい、福岡から、はい、ちょっと今調査しているのがですね、観光客の方から見た沖縄のいいところっていうのを聞いてるんですけど、なるほど、どこがいいと思います？青い海、青い海、あ、青い海、海、青い空、青い空、青い空、他には、いちごミルク、あ、違う、いちごミルク、どこにでもあると思うんですけど、今日なんか沖縄に来て何日目とぐらいですか？2時間ぐらいです。2時間、やっぱ今さっき着いたんです。今さっき着いて、那覇空港から、じゃあ那覇空港から来て、はい、そのまま今から女の子借りに行こうかなあ、じゃあそういうのも沖縄のいいところ。沖縄のいいところ、女子が綺麗。ああ、そうなんですか。ビキニが食い込む。ビキニ食い込むは人によりけりだと思いますけど、個人差がある。サイズによると思う。サイズによる。じゃあ今から海にも行くんですかね。そう、泳いで。なるほど。じゃあ
最高の沖縄満喫してください。ありがとうございます。ありがとうございます。観光客の方です。観光客です。観光客、今日どちらから来ました？東京から。東京から。なるほど。観光客の方から見た沖縄のいいところっていうのも調査してるんですけど。なるほど。沖縄のいいところ、毎年沖縄来てるんですよ。あ、そうなんですね。じゃあもう知り尽くしてるってことですね。いやー、そうでもないです。まあでもなんか人もなんかこう島自体ものんびりしてる。あ、なるほど。そうですね。とやっぱりこう日本の中でのやっぱりリゾートじゃないですか。いいこと言いますね、お兄さん。日頃仕事でせかせかしてるこの疲れ切った気分を、はい、この沖縄タイムというんですかね、このウチナータイム、このゆったりとした時間流れを、それで、はい、こう日頃のこう溜まったフラストレーションをリゾートで癒し、相当フラストレーション溜まってますよね。大丈夫ですか？いや、いいですよ、癒して帰って。おかげさまでこのウチナータイムでかなりリフレッシュできてます。 ありがたいですね。なんかそう言われるとね、僕なんか沖縄出身なんですごい、コテコテの沖縄ですよね。そうですね。もうザ・ウチナーンチュですけれども、ぜひとも素晴らしいところで、はい、なんかどっか行かれました？観光地。あ、もうさっき来たばっかなんで。あ、そうなんですね。だからちょっとじゃあいろいろ楽しんでください。ありがとうございます。海とかも行きます？海明日行こうかな。じゃあぜひとも楽しんで帰ってください。ありがとうございます。おじさん、ずっとこうずれてるサングラスずっとこう直しながらインタビュー。汗かきすぎる。鼻もそんな高くないから。いや汗かくのもちょっといいことだと思いますので。ありがとうございます。はい、じゃあぜひともリラックスして帰ってください。はい、ということで、うん、以上ね、調査インタビューでしたけれども、はい、やっぱりまあまあよく言うのは綺麗な海とかね、うん、青い空とかありましたけど、空が広いっていう、うん、ものもありましたね。僕なんかやっぱり一回東京とかなんか行ったことあるんですけども、はいはい、こうビルがやっぱり高くて、こうパッて見上げた時の空はやっぱりすごい狭いね。そうだね。ビルがこうガッて並ぶ、すぐ目につくのがこうビルだから、うん、俺なんかすぐパッて上見たらやっぱりすぐ空がね、うんうんうん、見えるのが、まあ、それも都会とか東京とかから来た人はまたそれもなんかいいなってなるんでしょうね。うん、というとの、あと人がいい、人が温かいっていうのがね。もうこれもう本当に俺思うわ。これはね、そうだね。あの俺バイクで走ってたら、はい、よく道に方向音痴が道に迷うんですけど、はい、そういう時に大体こう隣に一緒にこうなってるバイクの人に、はいはい、あのどこ行ったら着きますかって聞くんですよ。そしたら3回ぐらいかな、うん、あ、いいよ、ついてきてって言って、へ、そこまで案内してくれるんだ。案内してもらったことあるわけよ。あ、そうなんだ。うん、だから相当優しいなと思って、沖縄の人。まあまあそうだね。そうそう、時間に余裕あるのかな、どんなかなっていうのも、あ、まあ、いや、まあ優しいんだろうな、うん、なんか車で窓を開けてる人とかにも俺聞くけどね。あのこっちそういうお前のこのどこ行ったら中行きますか、気候精神もすごいけどな。いや、困った時はやっぱ人に聞くのが一番早い。まあ、まあ、確かに確かに。俺らはもうすぐあの携帯で調べちゃう、ね、ネット 今だからこそだけど、うん、全然人に聞いてもすごいこう、あ、ね、嫌な顔せず返してくれるからさ、うん、横付けして聞いたりもするから俺クッて横寄せてね。もう携帯見てもさ、よく分からなくなる時あるわけ、うん、お方向音痴だからさ、携帯こう周りの景色とかと全然違うからね。そうそう、結局あっち曲がってって言われて、はい、真っすぐ行ってしばらくしてまた聞く繰り返し。その都度ね、うん、いや観光客かや。その、まあまあ、でもそういうのもありながら、はい、ね、このやっぱりそれもありますね、沖縄ウチナータイムのこうゆっくりとした流れてる時間がいいみたいな、そこでストレスが癒されるみたいな、って言いながらずっとこうサングラス下がってくるのずっとこう何回も上げてくるお兄さんがね、うん、お兄さんもすごい優しそうでしたけどね。優しそうでしたね、うん、沖縄何回か来てるって言って、ね、うん、満喫してましたけれども、はいはい、やっぱり結局僕たちがこう伝える沖縄のいいところと、うん、やっぱり感じてくれてるのはすごいね、一緒だった、うん、マッチしたので、うん、そこはありがたかったね。そうだね、うん、逆になんか別のもの見つけられてもって感じだったちょっと怖かったけどね、うん、なんだろう、なんか別の、まあ、いいところであるんだけど、地層がいいとかねえ、どこのみたいなあんまり良くないと思うけどなと思いながら、だって普通の人が言うんでしょ、地層がいいって、うん、専門家ならまだしも普通の人が言うのはそれはなんか異常気してますけど、湿度がどうとかこうとかねそうだよね、うん、はい、ということで、あ、はい、ツイキャスの方もコメント来てるのでありがとうございます。はい、あのありますね、はい、うどんさんから来てますね、はい、自分も道を聞いたらその場所まで連れて行ってもらったことがあります。うちのアンチの皆さんお優しいですよね。うん、まあ
意外とどこの県も行ったら、うんうん、まあ、東京でも教えてくれましたけど、ね、うん、教えてはくれると思うんですけれども、うん、まあそのなんかあったかいなんかウェルカムな雰囲気醸し出してるの感じはあるよね。そうそう、なんか教えてくれ方がちょっとなんかあのなんていうのかな、ほんわか教えてくれるから、やっぱ東京の人って忙しいさ、ね、なんかね、うん、歩きながらまあ仕事行ったりとか、うん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 、そう、それもあるはず。その中でちょっと忙しいながら教えてくれるから時間がね、はいはい、うん、まあまあ時間がそのゆっくり流れてて、そういうのもできるっていうのもあると思いますね。はい、あとうどんさんの沖縄の海は本当に綺麗だと思います。おお、これはでもそうだね、県民の人を満を持して行ってもいいと思いますよ。はい、はいはい、ということで、まあ、こんな感じでみんなにいろいろ沖縄のいいところ知ってもらえたらね、はいはい、いいと思いますので、他にもいろいろ探してみてはいかがでしょうか。以上沖縄自由研究のコーナーでした。はい、ということで、はいはい、曲いきましょうかね。いきますか。はい、じゃあ曲こちらいきたいと思います。トライプレーンでロマンチックボーイ。はい、ということで今ラジオオンラインの方では、曲の方が流れていますが、ツイキャスの方反応ありますので読んでいきましょうか。あと織友さんありがとうございますね、はい、オリンピックレスリング見てたら出遅れたって。そうね、でもオリンピックで盛り上がってるから今シーズンもオリンピック本当にすごいよね。レスリングもそうだけどさ、いよ、あ、なんだった、池何選手でしたっけ、なんかあの伊調香織選手、伊調香織選手あの今裏で吉田、はい、沙織選手が試合やってるらしいんで、はい、あ、それでやったりそりゃ見るわ沙織、沙織ね、沙織沙織って呼ばれる、沙織ね、あの人もなんか連続でしたっけ、もう連続でですよね、最年長ですよね、いや、最年長ですね、そうです、最年長、最年長ディレクター山崎さんもちょっとなんかいろいろ考えて最年長どっちだったかなみたいな、いろいろ思考があった上で最年長だと、そうです、いや、すごい、あの何だったっけ、霊長類最強のみたいなね、よく言われてますけれども、どうなんだろう、勝ってほしいな、ここまで来たら。そうだね、勝ってほしいし、勝つだろうしね、うん、なんかその すごいよね、いや、レスリングすごいですね、なんかいろいろ変わってるみたい、やっぱそのなんだろう、ルールだったりとか楽しませるようにいろいろポイントの取り方だったりルールがいろいろ変わってるんだけど、そこはやっぱり何年も変わっていくのでもずっと金を取り続けてるっていうのは、やっぱりその もともとの持ってるものがもうすごいんだろうね。すごいですね、いや、卓球なんかも今回すごいですもん ね、うん、すごいね、男子はもう快挙ですね、メダル確定で決勝進出ですか。いや、決勝も決まった、銀メダル、銀メダルですか、ね、負けちゃいましたけど。あ、そうなんだ。なんかあのシングルでは、うん、シングルスでは勝ち寄ったはず、多分。うん、1回勝ってるけどちょっとまた3でそっから負けてるかもしれない、はいはいはい、そっから中国ね、もう最強と言われて中国からこの 1,、うん、1セット1セット取るっていうのもすごい、すごいっすね、うん、すごいことだと思いますよ。いろいろ、いろいろ取ってますよね、うん、だからそのそれこそテニスだったりも、ね、96年ぶり、うんうんうん、っていうのもありますし、はい、もうこれなんかどうにか回線つなげ直してオリンピック流せないですかねいや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 まあまあこっち1時間だからこっちだけ入れてもらってちょっと、ね、みんな大変だと思いましたけれども、お、うどんさんから、うどんさん来てますね、吉田沙織大なりきんぴらごぼうということで、そんなことはないですけどね全然吉田沙織選手がいいでしょう、いや、ありがとう、そう言ってくれたらありがたいですけどねまあうどんさんの、うどんさんに限ってだけ、うん、ありがとうございますっていう感じですかねありがとうございます。織友、うん、さんも見てくれてるのかな。あ、そう、うん、織友さん、ね、今日はじゃあうどんさんと織友さんと、キンペラロボット、いや、他にも聞いてくれてると思いますけどね、山崎さんと5名でみんなで、はい、いや、他にも聞いてくれてるから確かに確かにラジオも流れてるでしょ、うん、あ、だからメールも来てたみたいよ、だから、うん、ありがとうございます。じゃあ後で、うん、そちらも紹介しますので、はい、よろしくお願いします。山崎さんも本当はあの吉田沙織みたいと思ってれば、ミキサー回してるかもしれないですからね。ええー、そんなことないですよ、うん、俺なんかの音のレベル取るよりなんか吉田沙織がポイント取る方を見てたいな、そんなことないと思います、ね、そんなことないです。ありがとうございます。はい、じゃあ CM 行きます。いいタイミングで CM 行きましたね。そうや、話がもういいタイミングで。こっち、なんか読んでもらって。ああ、どういうふうに読んでもらって。
大丈夫。5秒前です、はい、あれ流れ星流れてるな。あ、いた、頭に当たっちゃった。キンピラゴボウのキンキンピラピラ王子様ラジオ。さあ、FEC チューンド木曜日担当はキンピラごぼうです。キンキンピラピラお星様ラジオをお送りしていますが、さあ、ここから後半、このコーナー行きましょう。自分で解決、お悩み自分相談ということで、はい、このコーナーですね。まあ、名前の通り、自分で、解決、まあ、自分たちで事前にね、作ってきた架空の人物の架空のお悩みを、自分たちで解決していこうっていうコーナーになってます。つまりですね、まあ、僕たちのお遊びに付き合ってくださいっていうコーナーなんですけれども、今日もメール届いてますが、その前に、今日のお悩みを解決してくれる先生をお呼びします。先生、お願いします。はい、よろしくお願いいたします。沖縄尚学大学附属大学院中学校サテライト高校中部市長の田野茂蔵でございます。ごちゃごちゃしてるな。よろしくお願いいたします。ごちゃごちゃ、サテライ高校なんですね。最終的には高校なんですね。サテライト高校ですね、うん、なるほど。サテライト高校、中学校の、はい、大学院中学校のサテライト高校ですね。わ、はい、分かりました。高校なんですね、はい、最終的に高校ですね、はい、何さんでしたっけ、すみません。田野茂蔵でございます。田野茂、はい、毛蔵さん前も出てましたよね。あ、あの役が、役なんていうんですか、この肩書きがいっぱいあるので。あ、なるほど、はいはい、いろいろやらせてもらってるので、はい、はい、まあまあ普段はあれです、しりとりでカエルの後に続く言葉で一番強いやつを探しているのがこの学科なんですけれども。なるほど、はい、あまりしょうもないことを学んでる。そうです、まあまあ、高校に行ってまでやることではないと思うんですけど。そうです、そうです、研究、言葉の研究をしていますね、はいはい。じゃ あ、 早速お悩みの方を読ませていただきます。お願いします。ラジオネームママチャリさんからの、メールです。1週間前、同棲している彼氏と喧嘩をしてしまいました。喧嘩の理由は、いつも部屋の電気のつけっぱなしにしている彼氏に注意したところからが始まったのですが、徐々にヒートアップしてしまい大喧嘩になってしまいました。仲直りしたいのですが、素直に仲直りしたいことを伝えられません。どうしたらいいでしょうか、ということですけれども、はい。まあまあまあ、この手のね、なんか夫婦喧嘩というか、同棲してる時の異性の喧嘩ってなりますね。徐々、ふとしたこと、些細なことから、こう、大きくヒートアップして喧嘩して、はい、仲直りする機会がなかなかないということですね。なかなかない。まあまあ、その手はですね、また僕別のいろんな部署持ってますので、はい、こういうのは簡単に解決できますね。なるほど。いくつか方法があるんですけども、はい、まず直接ストレートに言いづらいということはですね、はい、なんかまあ別のものを経由して、なんか間接的に伝えるっていうのが、ね、やっぱちょっと伝え方としては一番いいと思います。そうかもしれないですね。まあ、方法としては、一つは伝書バトを使うというのがありますね。伝書バト。伝書バト。いやいや、まあ、家の中で鳩飛ばすってことですか。そうですね。同棲してますよ、これ。まあ、距離は近いもの、やっぱり心の距離はすごい遠いもの、もう那覇から名護ぐらいの距離にもういる感じにはなっていると思いますので、そこは伝書バト。鳩も戸惑いませんかね。まあまあ、で、大丈夫ですね。こう、だからその、売られてるやつ、売られてる鳩とか、はいはい、メイクマンとかで売られてる鳩を買うのではなくてですね、はいはい、こう、茶炭とかで、はい、にいるこう野生の、はい、ギドマンとかにこう公園とかいますよね、はいはい、野生のなんかいろんな銀色の色した鳩、はいはいはい、うん、野生の鳩を使わすのが一番いいんですね。飛び慣れてるやつ捕まえるってことですか。そうですね、多分鳥って勝手に捕まえたらダメだと思うんですよね。そうですよね、うん、そこダメなので、じゃやめましょう、すいません。ここはどっちで、ここじゃすいません、僕は調査不足ですので。なるほど、ホームセンターで買いましょう。ホームセンターで買っていただ、はい、はい、買いましょう、はい。まあまあ、でも鳩をね、やっぱりその動物ちょっと使うのはっていう方はいると思いますので、はいはい、やっぱりこの日々の生活の中、やっぱりこのなんだろう、口は聞けないとはいえ、こう同棲してるわけですよね、うんうんうん、多分ずっと一緒にいるということですので、はい、なんかその日常の中で伝えられた方がいいかなと思いますね。なるほど。例えば冷蔵庫を開け閉めするときの音、なんか開けて閉めてバンバン、はいはい、バンバンでこうモールス信号をするちょっと
伝わりますかね、モールス信号。バン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 。あいつめっちゃ冷蔵庫バンバンしてるらしい。まだ怒ってるって絶対なると思うんですよね。その際に気をつけてほしいのは卵割らないことですよね。あの中の卵とかね、はい。窓側にある卵割らないようにするのが一番いい。それ以外も気をつけることあると思いますけどね。まあまあこういろいろね、こう冷気がこう電気代がかかるっていうのもあると思うので、はい、やっぱりそのなんだろう、中ね、あ、行ってもこう喧嘩、大喧嘩してもやっぱこう一緒にいるということはやっぱりこの仲、相手もこう仲直りするタイミングをこう いくつかこう見計らってる部分っていうのはあると思います、はいはい、なのでですね、そのなんだろう、そのな、椅子のこともここ割り切ってどっちかがストレートに言う、どっちかというかこのもうママチャリさんが言った方がいいと思います、うんうん、ストレートに、はいはいはい、もうストレート、ただストレートに言うとやっぱり相手に聞こえちゃってすごい聞こえた方がいいんですけど、うん、恥ずかしい部分もあるので、うん、大声で大声で大声でごめんねーもう今まで以上のごめんねーを言ってあげて、このごめんねーの最初のゴーの耳の入りですごい耳をすごいキーンとさせるんですね。キーンとさせて、でその少しの間耳をこう聞こえないようにさせて麻痺させるんですよ。だから言って言って言うことによって あたかも言ってないようかにさせるみたいな、その質を、いやそれ伝わってないじゃないですか。しかもそんな急に大声で言っちゃったらおかしくなったと思うんですよ、あの彼氏からしたら緊張がね、うん、あ、なんか何ってなるから急に大きい声でごめんねって言われたら、確かにそれはあの富川さんごもっとの意見ですので、あ、まあ、一番言うのはやっぱりもう今現代社会でやっぱり一番普及しているスマートフォンの LINE なんかのアプリ使って、はい、まあ、素直に言うのがいいと思うんですけども、ごめんね、まあ、少しなんかうん、なんだろう、ごめんね、あの愛してるよみたいなもんね、あっていうのを LINE で打ちながら、あのドリカムの未来予想図2を歌うわけですよね。でちょうどサビ前ぐらいのやつを歌って、うんうん、こう愛してるって LINE で打ちながら、はいはい、愛してるの LINE ってこうちょうど相手の LINE が表示されるのと同時に、うん、こう同じ空間にいながら、いながらね、でね、うん、ちょっと可愛いかもしれないですね。そういうのもね。ありがたいですね。今日どれかさんありがたいですね。今日すごい すんなり受け入れてくれます。可愛いと思います。まあまあ、はい、LINE とかね、LINE とかなんかその、うん、なんだろうね、ちょっと、はいはい、気軽にパッと、うんうん、まあごめんねなんか言えないけど、なんかちょっとご飯連れてってよとかね。ああ、なるほどね、うん。ちょっとそういうきっかけを作る。うん、別に怒ってないよみたいなことを言ってあげたら、うんうん、こう意外とそこから徐々にまた急に仲の良くなるのはやっぱり難しいから、はいはい、徐々に距離を詰めていって、なるほど、うん、一度一緒になった仲ですから、うん、そんなすぐにまた仲直りできますよ。あんまりこんなの気負いしない方がいいと思います。と、ね、はい、いうことです、ママジャリさん、はい、以上、解決できたでしょうかね。LINE 使ってください。はい、まあ、今便利な時代ですからね。便利な時代ですか。そうです、うん、電書バトだったりとか、はい、電子バトンでもいいですし、うん、使いたかったら冷蔵庫だったりとか冷蔵庫もあります、うん、いろいろ使いながらね、はい、お茶目な感じで謝ったら意外に許してくれるんじゃないでしょうか。はい、そうですね、ということで、こちら、解決ということで、はい、以上自分で解決お悩み自分相談でした。はい、ということで今緊張タイガも帰ってきましたけれども、そうですね、ちょっとまあまあ良かったですけれども、うんうんうん、まあ可愛く可愛く解決してあげる、ね、やっぱりいいと思います、うん、女の武器は可愛さだから、可愛さですから、よろしくね、愛嬌ね、愛嬌、うん、うん、いい意味のね、愛嬌ですので、はい、よろしくお願いいたします。まあまあそのこ、まあこのコーナーではまたあのお悩みもなんかそう募集していますので、はい、はい、なんか こんなの面白く解決してほしい、うん、でもちゃんとは解決しないですよ、屁が止まらないとか、ね、でもいいですし、うん、めっちゃいいじゃないですかこれ、屁が止まらないとかなんかあのカンカン開けれないとか、あ、缶切りで開けれない、うんうん、他の開け方教えてくれみたいな、うん、とかでも何でもいいので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、以上コーナー終了でしたけれども、はい、ツイキャスでなんか反応ありましたね。あの折友さんの方から負けたって来てますけど、はい、これ大丈夫よ、あの吉田沙保里さんが負けたのかなですかね。でもよく頑張ったってその後に来てるから、はあ、あ、もう惜しくも負けてしまったのかな、どうなんだろう。でも負けても銀メダルですし、うん、まあ、それこそもう世代交代の時だと思ってね、またいろんなところで頑張ってもらった方が、そのなんだ、あのトレーナーとかさ、はい、いろんな方法で頑張る方法あると思いますので、まあまあ確実かは分からないですけど、これこの情報が、ね、そうだね、どんなの確実というか、まあ、はい、よく、まあ、僕たち見てないですからね。そうそう、僕たち見てないので、はい、ちゃんとは言えないですけども、はい、はい、ということで、じゃあ曲いきましょうか。はい、はい、曲じゃあこちらいきたいと思います。スマップで This is Love。はい、今曲流れております。
どうなんでしょう。話題のスマップ。話題のスマップね。あ、持ちきりですよね。ね、どんなのかな。僕はそんなにスマップさん の、うん、あのファンではないので、うんうんうん、あのその世間がどういう反応なのかっていうのはよくわからないんですけど、ね、でもいずれね、いずれそういう時は来るし、まあ、遅から早から、はい、でもなんか別れ方がなんかちょっとなんかね気持ち悪いですよね、うん、そこはちゃんと明白にして別れてほしい感じもするけど、まあでも有名人だからそこ明白にするのもみたいなのもね、まあまあ、あると思いますが、大スターなんですよね。もうそうだね、もう普通のアイドルとはまたもう違うからな、そこまで行ってるので。どんななんだろう、うん、いや、いいと思いますよ。もうその仲悪いんだったら仲悪いなんて俺たちがどうこう行ったところだよね。まあファンからしたらね、ファンからしたらやっぱり、やっぱり、うん、見たかったっていうのと、うん、なんかね、あるんだろう、うん、あると思う、まあ、仕方ないですよね。思うけど本人たちの問題もありますからね、本人たちの問題だから、うん、ファンあってのかもしれないけど、やっぱ本人たちあってのはやっぱりファンだからさ、うん、難しいところですけどね。難しい、うん、アイドルだからね。そうね、やっぱアイドルってさ、うん、そのそういうものさね、こうやっぱファンのためにスターだから。確かに自分で勝手にアイドルやっといて、アイドルついてきて自分で勝手に辞めるみたいなね。まあまあまあ。まあ、結局そういうことですよ。言っても二十何年。そうだね。27歳。あ、でももっとやってんじゃないですか。25らしい。25年。ですかね。はい、ああ、へえ。25年。FEC より長くやってます。うん、FEC の事務所を立ち上げた年間よりやってます。すごいことですよ。25年も5人で、ね、まあ最初6人だったのかな。うん、でやって。森さんね、森さん。うん、はい、あ。バンズさんからコメント来てますね。スマップ解散する前にキムタクはちゃんと言ったらしいよ。ちょ待てよって。まあ言ってようがいい、どっちでもいいねことではあるんですけど、誰に言ったのかな、ちょ待てよって。だから特定多数の人じゃないね、その場にいる。まあでも今後の日本、あと多分何世紀かにわたってこんな人はいたっていうはね。でもこれもそうだけどさ、やっぱあのスマップさんが解散することによって、うん、また新しいね、うん、その他のグループだったりとかがもっとこう成長するというか、うんうん、チャンスはね、うん、いっぱいあると思いますので。だそれこそいいともとかもそうでしょ、うんうん、いいとも終わって他の世代に、うん、結局そうなんだから、やっぱその上の人がね、うん、ちょっともうやめるって言わないとまた下が出てこないらしいからね。確かにな、うん、結局それに頼っちゃうからさ。そうそう、お笑いの世界だってさんまさんだったりとかも、うん、今ずっといるからさ、うん、なんかもうさんまさんとかダウンタウンも辞めてから教えればいいのにねやり方もうだって多分だけどさ、自分の子供のその孫を育てるぐらいの稼ぎがあるんじゃない、わかんないけど、ね、わからないけど、俺なんかでもその教える技術でも多分また食ってくるからさ、うん、いいと思う、もうまあね、でもなんかお笑いは教えるものなのかって、まあまああるけどね、お笑い以外のスタッフさんね、あのその喋り方だったりとか、 MC の喋り方とかさ、そう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 、まあそれは技術として必要だから、あの、まああの人、まあ、単純にあの人たちがやっぱり面白いから、結局そうなんだよね、うん、トップに立ってる人は結局みんなそうです、その人たちが面白くてみんな見てるからね、はい。パニパニさんからメッセージ来てます、はい、FEC は旗揚げ23年だねと、うん、そうですね、そうですね、今年で23年になるので、はいはい、そうですかね、今年の10月で、うん、それを迎えますね、これは誰でいるかな、パナップさんでいるかな、パナップさん、初見ということでありがとうございます、はい、ありがとうございます、いいですね、このなんだっけ、オリンピックさなか、うん、こちらを見てくれてありがとうございます、ね、ありがとうございます、はい、初見かもしれない。初一応初見の方が、うん、なんかその日本語的にはすごいなんかね、うん、ほんわか奥ゆかしさが出るよ、そうな、初見とかなんか文面で本当に見るようなあってるのかな、元に戻ってるか、はい、今大丈夫かな、あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの？キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ。
さあということでお送りしています FM ギノワン FEC チューンド木曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星様ラジオですね、はい23時から生放送で1時間お送りしていますが、うん、はいということでじゃあこのコーナー行きましょうか。あメール読もうか。あメール読もう。先にメール読もうか。メールが来てたみたいですので、ありがたい。メールも来てますよ、はい、今日ちゃかちゃかいいですね、はい、はい、じゃあ読ませていただきます、はいはい、ラジオネームお笑い大好き高校生さんよりいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。きんぴらごぼうのお二人こんばんは。こんばんは。私は昨日ひいおばあちゃんのお家と親戚のお家に行きました。はい、ひいおばあちゃんのお家に久々に行ったら人が多かったですね、はいはい親戚の家が富城でひいおばあちゃんのお家が那覇市山下町めっちゃ詳しく書くなとても大変でした。まあ距離あるからね、うん、でお家に帰ってきたのは夜なのかな、うん、11時過ぎでした。ちなみに食べたお料理は中身汁とかでしたねといただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。お盆だからね。いいね中身汁食いて。食べなかった。俺はちょっと今回なんかいろいろあってお盆らしい、まあ、僕なんかお墓がねあの、はいはい、本土に今ちょっとあるんですけど。あそうなんだ。最近、3、4年前ぐらいに、うん、あのフロリダとか違う本土って言ったよね。あでも海外ってフロリダ出身でしょ違う海外にめっちゃ行きたいけどフロリダはちょっと怖いしね、うん、まだ埋葬の仕方も変わってくるので、うん、Can you celebrate? 空港で関係なくないお盆と中身汁ね。こういうの食べたいさめっちゃ、うん、初めてねヤギ汁皆さんヤギ汁っていうの料理があるんですけどヤギ汁を食べたのがなんかこういくつかのそのお盆かなんかの時に、うん、あの元部によく行くんですけど、はいはい、元部の方でその親戚のお家で食べたもう本当になんかいわゆる大きいなんか新名鍋っていう、こう銀色の大きいのにすげいっぱいヤギ汁作る、うん、フーチバー乗っけて、うん、めっちゃ美味しかったわけ、うん、もうそこで生きてたまだヤギ生きて魚みたいな感じじゃないから。あそうなんだ。魚も言うだと多分さすがにきついと思うけどね、うんうん、だって俺肉片めーっつったらちょっと怖いもん。なんかもう絶対食えないと思う、うん、汁飲みながらずっとめーってな, なんか俺たちが言うのは分かるけどさ、うん、こう肉がいったらちょっと怖いよね。お盆だからさおばあちゃんも帰ってきてるわけよ。あながちな、うん、すぐだって帰ってくるというか多分その場にいたやつでしょ多分居座っていきなよぐらいの時間的に、うんうんはい今パナップさんからねめーと来てます怖いなんか怖いですからパナップさん沖縄の方ですかね。で方かなどんななんだろう。あの後ろになんかレジェンドって書いてある。何のレジェンドだろうそれもよろしければ教えてください、はい、ということでお笑い大好き高校生さんありがとうございました。ありがとうございました、ねはい、神奈川ですパナップさん神奈川の人。いやいいんですけどねいいんですけど多分ヤギ汁にその、はい、あの慣れ親しみがあんまりないだろうな。いやいいですよ、はい、また愛知県のユミさんも来ましたね。ありがとうございます。コメントこんばんは。盛り上がってきましたね、うん、いいですね。ツイキャスオリンピック終わっちゃったんかな。どんななんだろう多分今吉田沙織終わりでみんな来てますよ ね結果ちゃんとした結果知りたいな、うんうん、また合間で速報入ればお知らせしますがじゃあコーナー行きましょうか先にね、はいはい、コーナーやって後に時間あったらなんかお話しましょうか。お二人お話しますので、うん、じゃあこのコーナー行きたいと思います。はい。物語リレー。はい。このコーナーではタイトルだけを頼りに即興で物語を作っていくコーナーです。僕と森光で3往復の間に物語を終わらせていきます。どんな物語が生まれるのかということですね。はい。はい。まあ、ここ本当に今回も即興で作りますのでよろしくお願いいたします。その即興性を皆様。お楽しみいただければなと思いますので、ね、お願いします、はい、今回の物語のタイトルが漆でかぶれたお姫様、はいはい、うんということでちょっといいですね。なんか癖があるね。そうですね。お姫様僕がタバコを吸いながら考えた題名ですけどタバコ何も関係なくない、うん、別にまあまあいいでしょういいでしょう、うん、はい、はい、ということでじゃあこれでいきたいと思います。今回はちょっと誰始めか、タイが始めで僕終わりですね。そうですね、はい、はいはい行きましょう。じゃあ行きましょう。はい、タイトル漆でかぶれたお姫様。昔ある王国に綺麗な お姫様がいました。そのお姫様は、近くにある森にセミを捕まえに行きました。そこでセミが止まっているのを発見し網で捕まえようとしたところ、そのセミが止まっていた木が漆の木で、そこからこう白い息が出てきて、あ手に白い息ついちゃったと
お姫様はなって、お姫様は腕すごい漆でかぶれちゃいました。やばい、これかゆい、どうしようどうしよう。あ、そうだ、どっかに漆のかゆみを消してくれるコシヒカリがあるって聞いたことあるな。その情報を頼りに宮殿に戻ったお姫様は、なんていうの、この自分の使いたちに、みんなどっかに漆のかぶれが治るコシヒカリがあるから探してきてちょうだいとお願いをしました。そこで、宮殿に仕えている兵士たちは一生懸命コシヒカリを探しましたが、その地域の名産というのが秋田小町だったので、これはどうしようもねえぜと思っていたところ、ある魔法使いと名乗る老婆が、王宮に訪ねてきました。そして老婆はお姫様にこう言いました。これを使いなさい、無比じゃ。無比だったら私も持ってるわよ、無比で絶対治らないじゃないと言って、お姫様は老婆の手を払いのけました。そうかい、無比は持ってるのは無比で効かないのか、それじゃあこれを使いなさい。老婆は娘にラナケインを渡しました。王女様はラナケインを手に取って空高く投げました。そしてその空高く投げたラナケインが大気圏を突破して月に当たりました。パチーン。そして月のかけらがひら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 とその王宮まで降ってきたのです。そして王宮の地面についてパーンと割れた中から無比が出てきました。無比じゃ、無比が出てきた、おい今すぐお姫様を城へ連れ戻せ。その兵たちはあのお姫様を急いで城内に連れ戻し、お姫様、このなんか空から落ちてきた石の中に無比がありました、この無比をぜひ使ってください。あ、なん 無比か。でもあの老婆からもらった無比とは違って、月の石から出てきた無比か、これは絶対効きそうな気がすると思って、かゆみが出たところに塗ると、お姫様はすごいすごい目が覚める感じがします。あ、こんなスースーする。え、市販のやつと違ってこんなスースーするんだってなって、すごい喜び勇んで、お姫様はそこで四足歩行をしました。喜びすぎて喜びすぎて四足歩行してしまいました。そこで四足歩行をしながら無比を塗る生活を3日間続けたところお姫様の肌は全くと言ってもいいほど治りませんでした。そこでお姫様は皮膚科に行って無事治りましたとさ。めでたしめでたし。いやいや違うでしょ。いやいいんですけど。ということで、はい、漆でかぶれたお姫様でしたけれども、でもなんか気持ちよかったけどね、うん、気持ちよかったですね今日。よかったね、なんかよかった、ね、今日のお話よかったですね。なんかどっかのなんかあの 薬品会社と俺なんか契約結んでたっけ。CM 無比のね、やたら無比とか言ってたけど、なんて言った。ラナケイン、ラナケインってなんで。ラナケインはあの1秒でも早くのやつ。あ、なんか言えばよかったね、なんかこれ塗ったらなんかすごいかゆみがすぐ止まるみたいなクリームがあるんだけど、ラナケインっていうクリームがあるんだけど、はいはいはい、いや無比に反応してくれてますからね。ねえ、パナプザイですね、はい、あのマキロンにしてくれって。いやマキロン変わらないでしょ、マキロンでも。ユミさんも無比ということでしたけれども、無比ってね、はい、なんか面白いよね。なんかネーミングのなんかあったよね。あ、そうなんだ。この無比っていう名前の由来みたいのがなんか、どっかテレビで見たことがあるんだけど、うん、ちょっとすみません、調べられる人調べて。いや知らないんかい。知ってる風な流れで言って知らないんかい。いや最後皮膚科ちょっと卑怯だったな。面白かったけど結局皮膚科に行くんだっていうね。ムルシでかぶれる人はマンゴーを食べられないって、うん、あ、そうなんだ。ムルシでみんなかぶれるわけじゃないんだ。ムルシね、ムルシか。ムルシってなんだ。お前ずっとムルシだと思ってたの。ムルシって何。いやいいんですけど、どっかの地域では言いそうだけどね。ムルシがさ。なんで迷彩、森光が着てる今洋服がね、迷彩柄なんですけれども、いや別にいいじゃない。逆にダメなんですか。ヒーデさんかな、これ。ありがとうございますね。はい、パニパニさんもそう、漆かぶれる人はマンゴー食べられない、はい、そう、俺もだからマンゴーダメって、
あーなるほどね、マンゴーは嬉しか、あーなるほど、折友さんいい情報ですね、さすが博識だなみんな博識ですよアイコンめっちゃなんかあのすごい、さっきまでコメント全然来なかったのに怒涛にコメント送ってきてくれます、ねね、こんなやるありがとうございます、うん、あそう、あすごいすごい、なんか調べてきてくれてるね、はいはい、あのこれ誰だろう、お名前ひろきさんでいいのかな、はいはい、ひろきさんが、他と比べるものがない、無比ね、ないに比べるって書いて、そうそう、無比から来てるし、唯一無二みたいな感じ、ね、無二でもよかったんじゃないですかいや無二だとちょっと弱くない、やっぱり確かにね、こうなんか柔らかぷにゅみたいな感じ、無比無比、とりあえず塗るもんね、無比、うん、なんか塗るね、うん、かゆかろうがなんかちょっと怪我した時ですね、かゆみかね、うん、スースーして、まあでも俺はオロナイン塗るかな万能薬ね、うん、オロナイン H なんかいいですね、死に明細さヒデさんがヒデさんね、確かに、うん、まあこれはね、うん、あの僕なんかの事務所にあった T シャツをえ舞台衣装を拝借したってことそうそうそう、まあまあまあ使わないからね、戻せ合い戻せ合い、使う時に ね、あ折友さんも金柑、はい、金柑とかもあります、金柑わかります、塗り薬で、なんか単管じゃなくて単管塗らんだろ、単管そのもの塗らないだろ、それこそなんかジンマシン起きそうなんか金管っていう薬、うん、どっかの、うん、なんか薬があるんです、アンモニアが入った薬があるんですけど、いっぱいは入ってないよ、うん、いっぱい入ってないんですけど、なんかわかんない、金管塗ってみたいな、めっちゃあの T シャツについてめっちゃ触れられてきてますけど夜は見えなくて車に轢かれないようにねっていうのと、ねねうん、タイガーの T シャツ、青の T シャツは何か逆になってるの、あーそうですね、これ僕、はい、見えますかね、サメですかね、これサメ、ハンマーヘッドシャークですね、お、ハマヘシャ、うん、ハマヘシャね略さんだろ、特に漁師が言うにはハマヘシャ今日はハマヘシャ神さ確かに何とはなるけどさなるけど、そうそう、タンカンとか、あっくんさんから来てますね、タンカンわらと、バンさんから、夢を叶えるための情熱の火を灯し続ける意味を込めて無比無比まあそれもそれっぽい、それっぽいこと送ったらもうダメでしょバンさんねえ、いやいいんだけど、あーいいですけど、うんうん、っていう、なんかそのなんかちょっとあと一つ一押しだったね残念残念、はい、かわいいってきてますね、かわいいね、うん、これ迷彩画かな、いやマイクかもよ、マイク、あマイク、マイク、タイガーのマイク、オレンジ色だから、うん、確かにね、マイクもかわいいですけど、うん、折友さん、あもう そうそうエンディングだから、エンディングトークでそのままこの話しようかな、はい、折友さんからあのトークテーマかな、はい、森光、新型のバイクの調子どうね、あーそうなんですよね、森光ね、最近こうバイクが不調で動かなくなっちゃってみたいな話したんですけども、うん、その後ね、そうそうそう、どうなったんですか、バイク買いまして、ね、125の BWiz っていうあのヤマハの BWiz ねめっちゃ情報言うね、買ったんですけど、うん、はいはい、これがね、車高が高いのなんのって、うん、高いでしたね、僕もそうそうそう、うん、乗ったんですけど、うん、ちょっと最初は乗りにくかったんだけど、うん、やっぱ乗ってたらね、あのエンジンも新しいですし、乗り心地付きはいいからね、やっぱりこの、ね、僕も新車の、まあ、原付なんですけど、うんうん、新車で乗ったんだけど、うん、この新車を動かす時のこのエンジンのさ、うんうん、この回り方ったらいいよね、うん、いいよね、このあの誰かから借りた中古何回か使い慣らしてるバイクとはやっぱり全然この違う、ね、エンジンのこの回し具合っていうの、うんうんうん、このアクセルの回し具合とかさ、そうそうそう、あれも最高だ、森光、ね、の1回乗ったけど最高、うん、いいね、燃費もいいしね、前よりね、軽いからいいでしょうね、うん、ガソリン代もかからないですから125らしいです、俺とマサなんか、うん、森光にいいですね、森光ヘルメットでも送ってください俺とマサバイクすごい詳しいですから ね、このかっこいいバイク乗ってますからだからよ、いいな、ギアのね、うん、MT のバイク乗っていいですね、本当にバイクが好きな人が乗るバイクって感じですよ ね、やっぱスクーターってどっちかっていうと、まあ、移動手段的なのが主ですけど、うんうんうん、いいね、バイク、うん、バイク詳しいといいね、いいね、なんかいじりたいなと思う、ツーリングとかいいですよね、うん、あいいっすね、はい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 、はい、ヒデさん、うん、すぐバイクパクられるはずよそんなこと言わんねえさ、いやこれパクられたら冗談にならないっすから ね、うん、最悪あの森光こっちそうそういなくて、うん、あの LINE の通話、 LINE 通話でこっちやってるかもしれない怖っからさ、怖いな、そうそうそう、だって俺バイク、うん、あの前のバイクのローンもまだ払い終わってないですから、あ結構じゃあきついんじゃないですか、そうそう、今のバイクのローンと前のバイクのローンで今アップアップですよこれでこれでパクられたら、あのもう3代目買って、うん、もう僕バイクのためにあのお笑い芸人辞めるかもしれない
それはそれで面白いやしね。ヒデさん、バイクパクられても俺じゃないからね、俺が取ってないからね、うん、いやいや言わないで、そんなの言わないでいいさね。いや疑ってないですから。取らないでしょうしたいね、はい。であとパダップさんもアップアップテンポアップと。まあ最後だからかな、最後だからテンポアップしようかな、うん。告知しましょうか、しましょうか。ですね、今週の土曜日、来る土曜日ですね、はい、8月の20日、ちょうど20日ですかね、20日土曜日、那覇市の文化展物館4階テンちょっと待ってください。オッケーオッケー、ごめんごめん。1個だけ読んでいいかな、うん、あのバンスさんからなんですけど、うん、あの3代目は馬がいい。いやさっきの挽回しましたね、ちょっと面白いですね、面白い面白いですね。乗馬しながら俺来るんだろうね。ゴーパチとか馬で走ってる。一応でも警官を通は使えたよね、うん、馬ね。いけなくもない、後ろにでもあれある、ね、ナンバープレートも貼らないといけないから、うん、いやいいと思います、ね、後ろにな、ケツにね、ケツに肛門に刺すんだろうね、ナンバープレート。馬がアクセルかけるときのムチみたいなの叩いてから、怖い怖い怖い。いや嫌だろそんなのね、ケツの皮めっちゃ向けるっていうからね、馬だからね、うん、まあまあまあ乗り慣れたら、うん。いかがですか馬。やめときます。まあまあ、じゃあ8月の20日ですね、はい、来る土曜日、那覇市文化展物館4階の展物ホールにて、僕なんか FEC のお笑い劇場という定期ライブありますよ、はいはい。まあ、時間が18時半、会場オープンで、うん、で19時夜の7時スタート始まりになっていますね、うん、はい。ということで、ね、今回が僕の夏休みみたいな、はい、なんかその、そうなんですよ。あの僕なんか事務所の先輩で伊佐尾名護支部という、ね、うん、あの先輩がいまして、はい、その方がなんか書いた一個 の, あの絵日記をなんか僕なんかでコントで表現してみたみたいな感じ の,、うんうん、あの演出になっていまして、うん、また各芸人のネタも盛りだくさんになっていますので、はい、そちらもぜひお時間ある方見に来てください。前売り料金1000円、当日1500円、はい、で僕たちの名前受付で当日ね来て、きんぴらごぼうでチケットくださいと、うん、行って買ってくれれば前売り料金で、うん、あのお通しできますので、はいはい、あの今日も11名見てますので、はい、10名かな、11名ぐらい見てますので、うん、絶対見に来てくださいね、お願いします、よろしくお願いいたします。当日アイスの、ハズレ棒、うん、当たり付けアイスのハズレ棒を持ってきた方に、うん、200円キャッシュバックされてますので、ハズレ棒、うん、そうそう、だから、うん、実質800円で見れちゃうんですよ、このライブ。おお、いいじゃないですか。毎回なんですけど、うん、破格すぎません。もうちょいさ、確かにな、まあお金儲けを考えないのがうちの事務所のいいところかもしれないですけど、うんうんうん、800円ってね、しかも今回に関してはみんな、うん、みんなできますからね、そうそう、だから来るときにコンビニでアイス買って、そうそう、来てもアイス食べれて安くなるっていうね、うん、はい、いいですから、本当に面白いことやってるので、はい、見に来てほしいなと思います。バンスさん、はい、同僚の芸人バンスさんがそうなんだ、安いんだよなということで、うん、ということでコメントもいっぱい来てますが、はい、また来週もよろしくお願いいたします。はい、明日は僕なんか後輩芸人 KY デンジャラスが金曜日、23時から生放送予定ですので、そちらの方も聞いてくださいね、よろしくお願いいたします。ということで終わりましょうか、はい、以上、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ星に変わってお仕置きよ。はいはい、はい、あ、ということで、生放送終わりました、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。最後めっちゃコメント来たな、すごいありがたいですね、なんか久しぶりにこんな盛り上がって嬉しいですけれども、ヒデさんがなんか書いてますね、ヒデさんがバイク買うためにめっちゃコメント来るやし。ちょっと下に行ききれないありがたいんですけど、はい、バイク買うためにどんどん売れないといけないねって。そうですね、いや、もう買わないですよバイク。もう買わない。そう、別にバイク買いたくはないですから、買わないですからね、はい、だから愛知県の郵便さん、はい、金柑はツンとした匂いなので、着付けにも効くかな、猫とかあるのかな、しつけな、着付け、なんだか分かんない、ちょっとごめんなさい、僕なんか頭悪いから、すいません。はい、はい、折友さん、はい、車も軽車両だからね、あ、馬もか、あ、馬も軽車両だから、ね、車はそう、車は普通の車両だぞ、それ燃料の人参送りますね、いいですね、買わないですよ、ヒデさん、いいね、馬は買わないですよ、バンさんより今のところいいですね、うん、ヒデさん、みんなお友達連れてきたら1000人来ますね、おお、みんなどんだけお友達いるの。すごいな。いや、ヒデさん来てほしいな、なんかちょっとどんな方か応援してみたい。富士山の上でおにぎり100人食べるやつらが揃ったんだろう。みんな、うん、各場所の。アイス棒は洗った方がいいですか、パナパさん。まあ、最悪。